所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、今日のライフラインはゴスペルシンガー本田ルツ子さんを紹介します。本田さんは1970年に秋でもないのにで歌手デビューをし、一人の手、耳をすましてごらんなど次々とヒット曲を出し、70年代フォークの歌姫として活躍していました。1975年にクリスチャンとなり、その後結婚を機に芸能界を引退。1988年からはゴスペルシンガーとして活動を再開した本田さんは、現在も透明感ある歌声で多くの方に賛美歌を届けています。昨年神奈川県横浜市で行われたチャペルコンサートから歌をお届けするとともにお話を伺います。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組はPBA の提供でお送りいたします。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、御子を使わされた。ここに愛がある、神の愛が示された。ここに愛がある、神は愛なり。このコンサートは、コロナ禍に入って2年半ぶりに、本当に久しぶりにコンサートという形で歌わせていただいたんですけれど、お客さん、来てくださったお客様のなんか反応とかがちゃんとこう自分でキャッチできるかなとか、なんかいろんなことをなんか考えながら歌ったコンサートだったかなって思います。ここに愛がある、神の愛が示された。ここうちは父が
あのオペラとかあのバロック音楽とかが大好きな人で、昔はあのヘッドフォンなんかなかったので、もう家でガン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 あのレコードを鳴らしてた家だったので、まあ、子供の時からあの綺麗な音楽が好きでした。街を歩く時に風に耳を澄ませて、風の中にきっと私の声がする。夜に眠る時も窓を叩く風の音、どうぞ聞いてほしい囁く声がする。いつも私は愛の想いを風の中に告げているのよ。私の愛何も気づかないの、あの人は宝されて風よ愛を伝えて。まだ大学生だったのでラジオの番組をよく聞いて、その中でフォークソング の, あの番組がありまして、そこで春にあのコンテストのお知らせがあったので応募しましたら、あの優勝させていただいて、でそれからあのレコード会社の方がコンタクトを取ってこられて、あの CBS ソニーからデビューしたのが9月になります。それでデビュー曲はそのラジオ番組で今月の歌としていろいろ皆さんが応募された歌の中からあの取り上げられてた歌からあの選んでいただいて、秋でもないのにっていう歌をあの秋なのにそれがデビュー曲となりました。秋でもないのにで歌手デビューをした本田ルツ子さんは、翌年一人の手という曲で NHK 紅白歌合戦に出場します。そして次の年には NHK 朝の連続テレビ小説愛より青くの主題歌耳をすましてごらんをリリース。この曲は20万枚以上売り上げ、紅白歌合戦への出場を2年連続で果たします。本田さんは国民的歌手として順調にその道を歩んでいきます。耳をすましてごらん、あれはあるかな、巡り合い
おかげさまでそういう仕事にも恵まれたんですけれども、私は大体のんびりしたタイプだったので、たくさんお仕事をいただくことによって精神的にも体力的にもこうすごく疲労を感じるんですね。こう気持ち的な疲労っていうか、そういうのはやっぱり表立って仕事をするっていうことは批評っていうかね、そういうのがあるわけですね。毒にも薬にもならないような歌を歌ってるなんとかとかね、言われたりとか、そんな感じでしたね、でもその批評される記事を書く方の範囲で その方にとってはそうだったと思うし、でも本当に支えてくださった方もいるしっていう感じですね。でもやっぱり本当に陰口ではなくて表で響いてくる直接ね、ダイレクトに本人に来る言葉なので、やっぱりまだ私も20代初めの方だったので、いろいろと傷ついたりとか、ちゃんと受け止められるなんていうの、許容量が小さかったっていうのは、だからいろんな意味で疲れたんだと思うんですよね。跳ねのけるほどの力がなかったっていう。毎日が忙しく、いつも追い立てられる日々を過ごしていた本田さんは、立ち止まる時間が欲しいという気持ちが大きくなり、3ヶ月の休みを取ってアメリカに行きます。ただのんびりと過ごす中で、本田さんの運命を変えるクリスチャン男性と出会います。その男性とは、帰国後も手紙のやり取りをしたといいます。3ヶ月ほどお休みを取って、でそれでアメリカに住んでる私の友達とか、それとかアメリカの生活の経験のある方とかが紹介してくださった家にホームステイしたりとか、そういう中で、主人と出会って、主人とちょっと文通が続いて、でそれで、私の思ってる悩みとか、少し芸能界にも復帰はしてたんですけどね。でそしたらその重荷をこうイエス様のもとに下ろせるようにっていうふうにして導いてくれて、私も教会に行くようにして、でそこで受洗をいたしました。イエス・キリストのもとに背負っていた重荷を下ろした本田さんは、あなたはあなたのままでよいと招いてくださる神様を信じてクリスチャンとなります。小さな野の花が手を主の愛を受けて
その後本田さんは結婚を機に芸能界を引退してアメリカに渡ります。1988年に帰国した本田さんは賛美歌を歌う歌手として活動を再開します。そして2020年には歌手生活50周年を迎えました。最後に賛美歌を歌うことは本田さんにとってどういうことなのかを伺いました。私ね、歌を歌うっていうことはね、賛美歌とか歌うのはね、自分のね言葉にできない祈りだと思ってるんです。私あんまり言葉で祈るのあまり上手じゃないでも本当に賛美歌とか聖歌って本当に歌詞が素晴らしいなと思って、そういう歌詞を歌うことによって本当に自分が励まされるし、きっと私だけじゃなくって多くの方がその歌詞によって励まされるんじゃないかっていうつもりで歌ってます。はい。おはようございます。関根弘樹です。今日は本田ルツ子さんの歌とインタビューを伺いました。お話の中でご自分が悩みの中にあった時、その重荷をイエス・キリストのもとに下ろせるようになればいいですねとの助言を受けて教会に行くようになったとお話しされていましたね。新約聖書のマタイの福音書の中でイエス・キリストがお語りになった大変有名な言葉があります。お読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス・キリストがこの言葉をお語りになった背景はどのようなものだったのでしょう。当時のユダヤはローマの植民地でした。そして宗教的には非常に厳格なたくさんの戒めというものを守ることが要求されていました。
心の平安や安息というものは、自己を厳しく律し、規則ずくめでこうでなければならないという生活の中ではなかなか見出すことができません。なぜなら、人はたくさんの宗教的な戒めを守ることを要求されても完全に守ることができないからです。結局疲れや重荷が覆ってしまうんですね。でもイエス・キリストはそんな一人一人に、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと言われました。私たちにとって最も安心な招きはどのような招きでしょう。例えば、あなたが立派になって大成功したら私のもとに来なさいと言われたらどうでしょうか。また、あなたがいつも健康で何の問題もなく人の役に立つ人なら私のもとに来なさい、こんなふうにたくさんの条件がついている招きなら、その招きに応じることのできる人は限られていますね。でもイエス・キリストは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと招かれたのです。つまり、あなたが一生懸命生きようとしてきたけど挫折してしまい、思うように生きていくことができず疲れ重荷を負ってしまったとしても大丈夫、私はそんなあなたを招いているんですよとイエス・キリストは語られたのです。こんなに安心な招きはありませんね。イエス・キリストはあなたというかけがえのないそのままのあなたを招いてくださっています。そしてイエス・キリストはあなた方を休ませると約束されました。この休ませるというのは解放するという意味があります。がんじがらめの鎖のようになっている重荷を取り除いて解放してくださると約束されました。私たちは孤独や人生の意味を見出すことのできない虚しさや人間関係のさまざまな軋轢の中でたくさんの重荷を抱えてしまいます。そんな一人一人に、今日もイエス・キリストは私のもとに来なさい、私はあなた方を休ませてあげようと招いてくださっているのです。今日の番組いかがでしたか。番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また聖書を読んでみたい、教会に行ってみたいという方は番組までご連絡ください。聖書通信講座やあなたのお近くのキリスト教会のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はご覧の CD マイポートレイトを抽選で12名の方にプレゼントします。この CD は今日のゲスト本田ルツ子さんのもので、秋でもないのに耳を澄ましてごらんや賛美歌などが収録されています。番組への感想を添えてご応募ください。係への宛先は次のところです。さて、来週は医療翻訳や通訳などを手掛けるランプス株式会社の代表中久木隆さんを紹介します。どうぞお楽しみに。それではまた来週お会いいたしましょう。